皆さんこんにちは。この番組では皆さんの人生や生活の役に立つ本を紹介しています。音声だけですので耳だけ貸してください。今回紹介する本は鴨頭義人氏による究極のリーダーシップという本です。この本を読んで印象に残った部分を紹介します。それでは始めていきます。リーダーシップとマネジメントの違いとは、リーダーシップとは、ゴールを指し示し、メンバーを導くことです。ここで言うゴールとは、成り行きのゴールではありません。現状では、到底たどり着けそうもない新たなゴールです。マネジメントとは、モチベーションを高く保ち、安心安全が確保された状態で、ゴールにたどり着くためのあらゆる必要なサポートをすることを指します。リーダーシップを取る人に必要なのは、ぶれない心です。強い意志が結果的には組織を大きな成長へと導きます。良いリーダーの条件は、頭の良さや知識の量ではありません。良いリーダーの根底にあるのは向上心です。そしてマネジメントに必要なのは、きめ細やかさです。なぜそのゴールを目指すのか、どうやったらゴールにたどり着けるのか、メンバーが理解してくれるまで何度も何度も繰り返し伝えましょう。リーダーシップを取るために必要なことは、ぶれない心と向上心。マネジメントに必要なことは、愛とおせっかい。本当に良いリーダーは、リーダーシップとマネジメントの違いを理解しています。ぶれない心でゴールを示し、きめ細やかな指示でゴールへと導き、組織を成長させます。極意1、朝礼スピーチの極意とは、リーダーが知っておくべき言葉の力。会社の朝礼で部下が元気になれるスピーチをするにはどうすればよいでしょうか。よく出てくる質問です。同じような悩みを抱える方におすすめの方法があります。それはノートを買うことです。ノートの左上に一人目のチームナンバーメンバーの名前を書いてください。ページをめくったらまた左上に次のメンバーの名前を書くんです。そして一人一人メンバーの素晴らしいところを100個、白紙の部分に書いていってください。ノートを書き終えるまで朝礼では喋ってはいけません。上司がやるべきことはたった一つ、部下の心のエネルギーをプラス向きに変えること。次、部下のやる気を一発でなくさせる方法があります。それは説教です。説教されて明るい気持ちになる人はいません。テンションが上がってやる気に満ち溢れることは絶対にありません。だから説教をするのではなく、部下のいいところを100個書き出して、それを伝えてほしいんです。スピーチが伝わらない原因は、スピーチの内容ばかり考えているからです。スピーチで大切なことは内容ではありません。スピーチで大切なことは、話をする前の心の状態です。スピーチをする前の段階がスピーチをすることより大事なんです。部下の良いところをノートに100個書くんです。それがスピーチの準備です。ノートを書くことで、自分に向いた心の矢印を相手に向けることができます。心の矢印を相手に向けた状態で周りに接していきましょう。心の矢印を相手に向けた状態で話すことで、その言葉は相手に深く伝わります。極意2、部下は仕事ができるリーダーを信頼しているわけではない。部下の信頼を勝ち取る方法とは、サービス業の本質に自分の力で気づくことができる。そんな時間と環境をスタッフに与えるのが経営者の仕事です。部下のことを知ろうとした瞬間にリーダーの心が変わります。リーダーの心が変わると、それが部下に伝わります。部下は仕事ができる人を信頼するのではありません。
部下は正しいことを言う人を信頼するのではありません。部下は自分のことを知ってくれている人を信頼する。信頼関係はリーダーの心の持ち方で強くなります。部下を変えるためにはリーダーが変わるしかありません。部下を知ることがリーダーの仕事です。部下のことを知ろうとする努力が信頼関係を作ります。あの手この手を尽くしてそれでもうまくいかなかった時、もうすべてをやりきったと思うのは大きな勘違いです。まだもう一つできることが残っています。それは祈るということ。極意3、部下にボーナスを与えてもモチベーションは上がらない。お金ではない、部下が大切にしている価値観とは。はっきり言います。社員の不平不満に対してお金を使っていても会社は良くなりません。不平不満にいちいち反応しても、社員は幸せになりません。リーダーが正しい方向性を指し示さないと会社は決して良くなりません。ではなぜこのようなズレが生じてしまうのでしょうか。その理由はズバリ世代間での価値観の違いにあります。70代以上の世代が最も大切にしているのは食べ物です。次に60代から40代中頃はズバリお金に最も価値を見出します。そして40代から30代、20代の人たちはというと、自分の存在価値を認められることに満足を得ます。この世代が一番大切にしているのは、自分は何のために生まれてきたのかを知ることです。世代間のギャップは存在しています。大切なことは世代間ギャップを埋めようとしないこと。相手の価値観を変えようとしてはダメなんです。ではどうすればいいのか。方法はただ一つです。受け入れることです。何も変えずに受け入れるんです。それ以外にありません。つまり部下の価値観を知ることがリーダーシップの第一歩になります。極意4、正しさだけでは人は動かない。一流のリーダーが部下に語るべき3つのこと。変化というチャレンジを続ける中で、リーダーは次の3つのことを語らなければなりません。1つ目は理念。これはイメージしやすいと思います。2つ目は現場。理念を語るのは多くのリーダーがやっていますけれども、理念だけ語って現場のことを語らないリーダーは真のリーダーとは言えません。そして3つ目の夢。人が何かを続けるその原動力は夢なんです。理念、現場、夢、この3つを語って初めて真のリーダーになれます。極意5、できる上司は影褒めの達人。部下のモチベーションを上げる極意とは、僕はマクドナルド時代の直属の上司から部下のモチベーションを劇的にアップして部下が勝手に成長してしまう夢のようなマネジメントの極意を教えてもらいました。それは影褒めです。直接相手を褒めるのではなく、あえて第三者との会話の中でその本人を褒めるんです。極意6、部下に直接指導をしてはいけない。超 高生産性型のスライドトレーニングシステムの勧め。教えたら教えっぱなしにしないということです。次々と教える環境を作り出し、記憶残存率を上げていくんです。僕はこれをスライドトレーニングシステムと呼ぶようにしています。人材育成に関してこれ以上に効果的な方法はないと思います。管理職に必要な力は何ですか。この問いに対して僕はこう答えます。自分ができることと自分にできないこと、そのどちらも部下に気持ちよくやってもらう力です。自分にできないことを部下に任せる、
言葉だけ聞くとなんと都合のいいことかと思われるかもしれません。しかしこれこそが管理職に必要な力なのです。自分より能力が高い部下を育てるのが管理職の仕事です。自分より能力が低い部下がいては管理職としての価値がありません。自分にできることも自分にできないことも部下に任せていく。僕は管理職が仕事が楽しいと言えることがとても大事なことだと思っています。極意7、部下がほうれん草、報告、連絡、相談ができないのは上司に聞く力がないからだ。聞くと聞く、門構えの聞くと耳辺の聞くの違いの意味は大きく異なります。門構えの聞くとは情報として話の内容を理解すること、耳辺の聞くとは感覚を研ぎ澄まして話を受け取ること。部下との信頼関係を構築するためには話を聞いてください、耳辺の聞くです。次の3つの段階があります。1つ目は全身で聞くです。耳だけでは足りません。全身を使って聞いてください。さらにメモを取ることです。2つ目の段階は自分の答えを持たないで聞くです。職場においては部下は本音を言わないことを前提にコミュニケーションを取ってください。否定がない環境であれば人は本音を言います。否定されそうだと思うと本音を言うことができなくなります。つまり違いは環境なんです。だから部下の話をしっかりと最後まで聞きましょう。途中で口を挟んではいけません。自分の答えを持ってしまう人には傾向があります。能力が高く経験が豊富な人、偉い人ほどちゃんと話を聞けていないんです。部下の話を聞いているときに自分なりの解決策が頭に浮かぶこと自体は問題ではありません。大切なことは頭に浮かんでもそれを口に出さないことです。本当の原因に部下自身がたどり着くまで上司は喋ってはいけません。部下が本音を語り出すまで話してはいけないんだ、そう自分に言い聞かせてください。3つ目の段階は相手の声にならない声を聞くです。すぐには無理かもしれませんが、ここで一つ効果的なトレーニング法を紹介します。表情筋を見ることです。表情筋とは目、鼻、口、眉など顔の様々なパーツを動かして表情を作り出す筋肉のことです。部下の話をそのまま言葉通りに受け止めて判断するのではなく、表情筋を見る癖をつけてください。コミュニケーションの達人は相手の表情筋を見て繊細な心の変化を読み取っています。相槌を打ったり表情も使い全身で聞く、自分の答えを持たずに最後まで話を聞く、表情筋に注目して声にならない声を聞く、意識を高めてトレーニングを積んでいきましょう。極意8、部下は背中で本音を語る。部下の内なる声を聞け。観察力とは物事を目で見て判断する力のこと。洞察力とは観察しただけでは見えないものを直感的に見抜く力のこと。職場では非常に大切な能力であり、洞察力がある人が職場にいると職場のコミュニケーションが円滑になります。言葉にはしないけれども部下の体のどこかに本音が現れる、それを見つけ出すトレーニングです。このトレーニングは毎日行ってください。お先に失礼します。職場を後にする部下の後ろ姿を見て、あれ、何か自信を失うような出来事があったんだろうかとか、何か気に障ることがあったんだななど想像力を働かせながら洞察力のトレーニングを積みます。つまり部下の背中を見つめながら想像するんです。部下が言えないこと、
内に秘めている声を聞くことができてこそ上司は必要とされてるんだと言われたんです。僕はそんなことを考えたことがありませんでした。部下の頭の中のセリフを思い浮かべてください。洞察力は想像力に近いんです。自分で鍛える以外に方法はありません。洞察力のトレーニングは想像することです。考えるだけでいいんです。それだけで洞察力はついていきます。間違ったっていいんです。とにかくトレーニングをしましょう。極意9、自立した部下を育てるには、部下との良好な関係の築き方。マズローの欲求5段階説を一言で言うと、人間は下の段階の欲求が満たされると上の段階の欲求を求めるようになるというものです。一番下に生理的欲求があり、その上に安全欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求があります。次、会社組織で考えるべきは、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求の3つ。物質的な欲求ではなく、精神面での欲求です。部下を持つリーダーが一番力を入れるべき部分は、承認欲求です。承認欲求が満たされた人は、その上の自己実現欲求のレベルにおのずと進んでいくからです。承認欲求を満たすことこそが、これからのリーダーシップのあり方です。承認力で大切なことは、承認のハードルを下げることです。つまり、できるだけ低いレベルで承認していくことが大切なんです。承認は量が大事なんです。とにかく部下を承認する機会を増やすんです。部下の言葉を、自分の答えを聞かずに持たずに聞く聞き力、部下の内なる声を聞く洞察力、部下の意思や存在を認める承認力、真のリーダーシップの3つの極意です。聞く力、洞察力、承認力がまさに究極の技術であり、究極のリーダーの在り方を決めるのです。極意10、部下は褒めて育てる、叱って育てる、リーダーが絶対に知っておくべき指導者としての心構え、心得。承認は日常です。部下との関わり合いの量をとにかく増やして、きちんと承認していれば、特別な時には褒めても OK、叱っても OK です。しっかりと見てくれていると感じる上司に、これをやられると部下は逆にしびれます。リーダーが意識すべきなのは日常です。日常はなおざりにしやすい、特別なことが起きない地味な時間です。だから多くの人が軽視してしまうんです。でも日常の関わり合いが積み重なった分だけ、特別な時により、よりコミュニケーションが深まります。リーダーが見ていると思っていてもダメです。部下が見てくれていると感じないとダメなんです。ではどうやったら部下が見てくれていると感じるようになるのか。それはわざわざ言葉にして伝えるということです。今日も来てくれてありがとうって言葉に伝えなきゃダメなんです。表現しなければ伝わりません。リーダーとしてやるべきことは、日常の承認が全てです。日常の承認こそがコミュニケーションの土台になるんです。次、終わりにからです。従業員を動かすのは生身の人間です。リーダーの表情を見て、リーダーの言葉を聞いて、リーダーの思いを感じて、従業員の心が動きます。リーダーの仕事は、現場での業務ではなく、現場で働く人のマネジメントをすることです。
どんなにテクノロジーが進化しても、リーダーの人間力が現場で働く人を動かします。だからこそ日常が全てです。日常でどれだけ部下に関心を持てているかが全てです。部下の価値観を知り、受け入れ、承認することが全てです。とにかく部下に関心を持ち続けてください。いや、というほど関心を持ってください。知りたい、もっと知りたい、もっと君のことを知りたいんだよ。そんな心構えで部下に接してください。部下の話を聞いてください。部下のことをよく見て、内なる声を拾い上げてください。部下のことを承認してください。そして部下の心を動かしてください。それがリーダーの仕事です。今日から現場でやり始めましょう。以上です。いかがだったでしょうか。一つでも二つでも皆さんの人生にとって役に立つ、言葉があれば幸いです。それでは本日は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。ディスクでした。